感じのお天気ですけど、皆さん、ね、日差し大丈夫ですか？大丈夫ですか？暑いですよね。では皆さん、ここで一回水分取ってください。確かに水分補給しなっちゃったらあれですからね。汗焼きが伸びに行った、確かにこれコンクリートからの照り返しで結構座ってる方とか結構暑いですよね。大丈夫かな、ね、あ大丈夫だって。あなたは日陰にいるじゃん。影もある、影もあるよ、ね、はい、というわけで今日ね、初めて見る方もいらっしゃると思います。私たちは群馬特使を務めているアイドルグループ赤城団で、ライブ活動の他にも社会貢献活動をしながら群馬県を元気にしているアイドルグループです。改めまして皆さん、今日はよろしくお願いします。